みんな元気でやってるかな。あ、ハンジさんどうしたんですか。若い子たちと親交を深めようと思ってね。嫌な予感が。あの、ハンジさんって捕まえた巨人を使っていろんな実験してたんですよね。聞くなよバカ。実験ってどんな実験だったんですか。おい、やめろって。やっぱりみんなも興味があるんだね。巨人について知ることは大事なことだよ。急用を思い出した。行こうアルミ。急用って。いいから。ん、仕方ないね。じゃあ残った君たちだけに実験について詳しく教えてあげるよ。はい、お願いします。結局事件で新たに得られた情報はなかったんだ。ここまで話したことは君たちも知ってただろう。はい、訓練兵の時に全部教わりました。なのでここからは私の推論を交えてもう一度解説するよ。はい、いえ、もう。まず巨人との意思の疎通についてだけど、興味深い事例があってね。コリー、サシャ。一晩ぶっ通しだった。だからやめろって言ったんだよ。